人に教える大切なこと、市川團十郎。お墓参りの御作法、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2020年12月31日にブログを更新し、お墓参りの仕方を今日は教えましたと題し、團十郎さんは初代團十郎から8代目團十郎のこと、9代目團十郎から11代目團十郎のこと、そして12代目團十郎のことと共にお墓参りの仕方もすべて異なるので、その作法も初めて説明しました。覚えるまで繰り返しになりそうですが、早く覚えそうです。さ、帰ります。我が家は代々の家なので、決まり事が大変多いので、それもぼちぼち次の世代に渡していきたいなと感じる大晦日です、と綴った。ブログ読者からは、代々のお墓、お参りの仕方もすべて異なり、決まり事が大変多い、次の世代に伝えることたくさんですね。麗華ちゃんとカンカン仲良くなりたいと堀越家を盛り立ててくれることでしょうね、などの声が寄せられている。母小林真央さんもお墓参りのご作法を学ぶ麗華さんと勸玄君を笑顔で見守っていることでしょう。真央さんも笑顔で見てる市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。